猫ってチーズ好きだったっけ？ネズミだよね。ネズミだよね。まあいいや。自動のおもちゃらしいんですけど、フローリーキャットチーズ、猫用、愛病用、電動おもちゃって書いてあります。これで遊んでみたいと思います。だからモグラ叩きみたいなのと一緒だよね。ねちゃちゃちゃ。これモグラ叩きみたいな、そういうこと。うちの子たち好きそうだな。こういうの。手伝ってくれるの？一緒に開けてくれるの？はい、よいしょ。はい、説明書は読まない。いつも説明書読まないですよねみたいな言われるけど、基本的にあんまり読まずにやりたい人。やっぱりね、この前のツインズの動画で気づかされましたよ。感覚派と理論派みたいな。いや、感覚派なんだなって。感覚でやって、とりあえず感覚でやって分かんなかったら説明書読む。すげえ、形がチーズだ。形がチーズだ。ミキか。あるあるある。自動で出てくるってこと？オッケー。これはなんだ？炭酸、3本かな？いくよ、ちゃちゃ。せーの。こっち。動いた。すごい単純。動きはすごい単純。見てるよ、中を覗いてます。反対も出てるんだ、ちゃちゃ。あららら、札も見えるね。あ、そっちだけ、そっちだけ行った。そしたら見えないよ、反対側。反対側見えないよ。2つで遊べるのに、せっかゆっくりすぎ、今。もうちょっと素早く俊敏にいた方が良かったんじゃない？ゆっくり今ニョロって言ったよね。ペッペッ、そう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 。みんな出てくるよ。おお、ゆっくりした。つけんとな、出てくるでな。反対反対反対。あ、パソコンで遊ぶときの UV で遊べるぞこれ。左手よ。左手こっち、左手こっち、右手そっち、右手こっちにあるね。これで、これでこれを狙うでしょ。左手でこれ狙う。もう飽きちゃった、もう飽きちゃった。ついか運動するために酸素取り入れたのかもしれないね。僕には飽きたようにしか見えなかった。ちょっとマロ君に遊んでほしいね。マロ君遊ぼうとしてんのに、じゃあ目の前にいたら一緒に遊べよ。マロ君が彼に出ようとしてます。チャチャが手本を見せてるかのようです。やってやるんだよ。チャチャが基本的に一番最初にね、検証してから、あの、来るんだ。こうやってね、こうやってやるんだよって。果敢に食らいつく。びっくりしちゃった。さあ、マロンは行くことができるのか。何かと葛藤しとるね。ずっとかと思ってんだけど、マロン君。遊べばいいのに、すっごい遊びたそうな顔してる。もう目がキラキラしてるやん。すぐ遊びたそうな顔してんのに行かない。わかった。ちょっと前に、よいしょ、出てあげ、あ、出てぶつかった。止まっちゃったよ。マロが遊ばないから止まっちゃったよ。もう一回つける？つける？マロ、すっごいつけてほしそうやね。目離さへん、もう一切。よし、待とう、待つよね。
まあ、たらね、なんかそれ確認しようか。あらららびっくりしたね、びっくりしたね。何か今の猫パンチするな、頑張ろう。猫パンチということで、マロン君はこのなんか出てくるネズミさんがね、怖かったみたいですね。なんか鼻に当たってびっくりしちゃった。あーもうチャチャありがとう、チャチャありがとう。手を召してくれたの。